平屋建ての横に長い木造校舎。この校舎は愛媛県の愛南町にある笹山中学校ですが、長いのは校舎だけではありませんでした。ここは国道56号が高知県宿毛市と愛媛県愛南町で県境をまたぐところです。流れているのは笹川で、この笹川が県境となっています。その笹川に沿って県道332号を4キロほど北に入ると正木地区があり、笹山小中学校があります。ここが笹山小中学校で小中一貫校となっています。この学校は全国的にも珍しい高知県と愛媛県の2つの県にまたがる組合立学校です。名称が高知県宿毛市、愛媛県南宇和郡愛南町笹山小中学校組合立笹山中学校。日本一長い名称の学校と言われています。現在は小中合同校舎ですが、以前には運動場の南側にこうして笹山中学校の古い木造校舎がありました。これは平成11年頃、笹山中学校を訪れた時の映像です。川の中心から左は愛媛県、右は高知県です。笹山中学校の木造校舎は昭和38年に建てられたものです。満開の桜と古い木造校舎が牧歌的なハーモニーを奏でています。笹山中学校は昭和22年に一本松村立一本松中学校正木分校として開校し、昭和24年に組合立笹山中学校となっています。訪れた平成11年頃には小学校が運動場の北側にあり、中学校が南側にありました。咲き誇る桜並木のその先に悠然として横たわる木造校舎は圧倒的な存在感でした。木造校舎は決して豪華なものではありません。むしろ質素なものです。長い年月をかけて育った木は建物になってもなお生きているかのように風合いや質感を変え、さまざまな表情を見せます。人間が成長して変わっていくように、木造校舎も変わっていきます。笹山中学校も年月を経てすっかり周囲の風景に溶け込んでいました。残念ながらこの木造校舎は平成19年に取り壊されなくなりました。しかし新しくできた校舎も木造校舎です。この笹山中学校の木造校舎で学んだ子どもたちはその風合いとぬくもりをずっと覚えていることでしょう。